石垣島大浜の津波大石石垣島東海岸の津波石群は沖縄県石垣市の石垣島の東海岸に点在する津波石である。国の天然記念物に指定されている。2013年3月27日付で4カ所の津波石が石垣島東海岸の津波石群の名称で天然記念物に指定された。その後、 2013年10月17日付で、さらに1箇所の津波石が天然記念物に追加指定された。指定の対象となった津波石は、科学的分析や資料によって、津波によって移動したことが裏付けられている5箇所の石である。このうち、津波用石については、約2000年前に発生した津波によって打ち上げられた。 ことが付着した産後の分析などにより科学的に裏付けられている。残る4つについては、1771年の八重山地震による津波で移動したとの記録が、被害状況の報告書である大波の字各村の形業所の末尾に収録された奇妙変異期に残っている。同書によれば、石垣島の4カ所と黒島の1カ所で計7つの岩海が移動したとされる。 石垣市教育委員会では、天然記念物への指定後に、周辺の環境整備や氷柱及び、看板の設置を行う予定としている。高古セ、石山谷ラヤスラ安イ大金、付近の空中写真。赤い円で囲った中にある小さな岩が、安イ大金である。空中写真で見ると小さく見えるが、実際は直径7.5メートルもある。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。